金沢駅の駅弁、年上御膳です。有名な駅弁ですね、これ。こんな感じでね、カゴになってるわけですよね、これね。こんな感じ、大友郎さんのね、有名な駅弁ですね。はい、これを開封しますね。じゃん、年上御膳。うんちくが書いてありますね。まあ、うんちくっていうのか説明ですよね。で、1段目、お、2段目にも書いてある。すごい。ほうほうほう、こんな感じで、すごい豪華な、豪華だな、これ。お酒と一緒にこう楽しむのもいいですね。はい、こんな感じですね。